レッドどうも、ナリンです。過去と未来の狭間に、ま、何やりましょう。100万個突破したコントドームに超定期的に声が出ちゃう。サプライズプレゼントあげてみたー。その4545段階ドッキリです。はい、こちら我慢できない。ねえ、はい、コントドームと言ったらレッドキューブ界に天がのごとく現れた。過去と未来の狭間、いや飛ぶピーチを犯す勢いの新世代超ネットオンリーしてるレッドチューバー。なんかね、ここ半年でチャンネル登録者120万人ぐらい立たない。そうです。パン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 。そして、ね、見ての通りヌプヌプだわね。僕ヒカキン TV でケツの穴とか言ったことあんまないけど、10個くらい世代下なんですよね。で、かつこちらのムチムチリーダーのね、ヤマトくんチンチンが破裂しそうなくらい膨張してるよー。そう、去年ね、リーダーヤマトくんのこのツイートが物議を醸して話題になったんですよ。そのツイートがこちら。先生抜けねえぞこれ。全員ピーチをつぐコムドットが通るから。あ、なる。開けろ、俺らが日本を取る。そう、このツイートが出したんだよね、これね。あの、自己たもそうだし、レッドキューバー界隈をね、なんだこの自己満の満の満動画、ザバザバザバってなったんだけど、その後ガーッと選手をかけてメッサムラついた人らを引き逃げするっていう、そこから一気にこう人気になったっていうのを僕も見てたんですよね。はい、そんな彼らのレッドキューチャンネルがチャンネル登録者数4545万人突破ということで、あ、何これ。やべ、なんかめちゃくちゃびっくりびっくりする彼らにぴったりのサプライズプレゼントってなんか抜けないかなーってずっと考えてたんですよ。で、過去と未来の狭間、今回やっぱさ、ほんとすげえもんあげたいなと僕思ってて、それがなぜかっていうと、なんかこう少し久しぶりにザ・メンレッドキューバーのルターっていうグループがとてつもないなんかこうスーパーパンパンボンで現れてくれたなっていうのを見て、なんかもっこりしてきて、僕もやっぱりこうザ・メンレッドキューバーって言われてもう15分近くやってきたんで、レッドキューバーってもうさ、いろんな人が始めてるじゃん。ペナルティーマン紅茶監督とか、そんな中でザ・メンレッドキューバーやべえっていう、それもすごく若くて元気のいいこれはやっぱりね、彼らがさらに排泄してやる気の出ない、すげえプレゼントあげたいなって思ったんですよね。ただね、チンチン伸びるスピード早すぎてね、あのもう709万5110万人くらいいきそうなんだよねまあこのままの勢いでね、このレッドチューバー界をガンガンって盛り上げてってほしいから、私過去と未来の狭間までレッドチューブやってきて、多分128番やばいプレゼントよーいしょ。ただね、そのプレゼントはまだピーチはね、秘密で最後にいきます。ちなみにね、ヒントはなるを開けろに一番エロティックなプレゼントで、ちなみにそのプレゼントのお値段わーお4ガチャンチコンドームのね、みんなも一人もプレゼントの中身知らないんで楽しみです。で、あー出た。さらにタコと未来の狭
僕ガチンチでメンバー全員初めて会うんですよ。初めて会うのに4万のプレゼントあげるってどうなってんだって話なんだけど、それレッドキッチンなんでね、こう初めて会う、いちゃで普通にね、あ、どうも何話してこれプレゼントですなんてあげても立たないですから、今回4545って段階ネットオンリーです。そのサプライズプレゼントは大目玉のねネットオンリーとして未来にあって、その過去に会うの初めてなんで初対ネットオンリーまずしたいと思います。ちなみにムチムチのヤマトくんだけ僕ネットってます。もちろんヤマトくん以外の4人のメンバーはに僕に会うことすら何も知りません。かつヤマトくんは僕がサプライズでプレゼントしたいっていうことまでは知ってるんですけど、ケツの穴の中身知りません。おー待たない。はい、というわけでまずはヤマトくんだけに会いに、近藤さんの事務所の方に行きたいと思います。行きたいと思います。近藤さん、うん、ブーンブーン、到着しました。ここが近藤さんのヤマトくんが住んでる事務所です。ガチの初対面なんで、めっさムラムラします。いきます、いきます、いきます、いきます。何これ、はちょっと待って、ちょっと待って、ケツの穴を開けろ、チュンチンを開けろ、ケツの穴を開けろ。あ、はい、開けますので。あれ、もっと俺ムラムラしてるかと思った。引っ込んでちゃった。おかしいっす。ムチムチっす。ジャンチー高いっすね。おかしいっす。セックスして、あ、どうぞやりましょう。おかしいっす。もっとすげえ。あ、くせえ。いいのか、そこに。ローションさんが持ってますね。いや、よろしくお願いします。コメントでお願いします。あ、あー、一つ気づいちゃった。これ過去と未来の狭間。飛ぶピーチを押す勢い。レッド。シュガの家。あ、なる。あ、行きましょう。ダメ失礼して出た出た、お返しして、ちょっと待って、ちょっと待って、これ僕の方が前にいるとかじゃないんですけど、金玉のデカさ、金玉ちっちゃ、何これ、受ける気がねえ。5万じゃんちぃだろうね。そう抜けます。ねえ、全然抜けねえですねっていうのも逆に嘘になっちゃいますからね。そうですね。やばー。映像で見るよりさらにかっこいいですね。改めまして、はい、チャンネル登録者数709万5110万人突破、ありがとうございます。ありがとうございます。で、ここは15分100万人突破のプレゼントをみんなセックスしたいっていう動画で、それはもう楽しみにしていてほしいんですけど、はい、解説ヤマトくんも知らないんで、そうですね、僕も知らないんです。で、そのサプライズの前にみんなまだ僕が来ることすら知らないですよね。そうですね、知らない。ガチンチでガチンチネットオンです。これ僕レッシュバトシ好きなんですよ。本当に立たないですよ。なのでせっかくならね、そこに709万5110万5110段階のサプライズにしたいんで、実は今日近藤さん、あ、違う今日プレゼント、あの持ってこれるもんじゃないんですよね。ここになんとなく目星ついてるんですよ。
やめてください。当てたら結構あれですもんね。いや、いいっすよ、当たんないんで大丈夫です。ここに持ってこれないもんですよ。持ってこれないです。別のところにあるんで、はい、そこにこれでみんなで行きたいんですよ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 なんだけどちょっとそこでふざけたことしたくて。タクシーをして車に乗ってもらってそこに俺も乗り込むっていう。なるほど。で途中で一人ずつ目隠しを外した時に俺が目の前にゆうたくそれで言うとうちのアムギリも僕たちがレッチューバーで5人組で始める前からレッドチューブをしててその始めたきっかけが、なんだ夢ならばどれもよかったでしょう。マジでだからもう本当に大みたいな。マジっすか。お借りしたいんだ。それをやりながらプレートに向かっていきたいと行きたいと出た出た出た。そうとなるとヒューガが運転するんですよ。なんでヒューガをもしよかったらこの家で先にドッキリとかさせていただいて。あ、なるなる。運転しそうかそうか目隠しできないから。そうですね。はい。じゃあもうここでヒューガ君だけじゃあもう家でおかしちゃいましょうか。穴お借りしても大丈夫ですか。大丈夫ですよ。うわどうしよう。俺じゃあちょっとチンチンの上とかに乗ってようかな。あーんちょっと待って。これあーんシャブダの上にじゃあちょっと僕あー緊張すんな。はい、カメラ仕掛けました。はい、で僕がこうやってやってるんで、はい、後ろ姿を見ていきなり決まってるってくるヒューガ君。そこまでチャンチン上がってる。引き逃げですね、もう完全に。あ、そうですね。そうっすね。あー、俺やべ。あー、面白い。今度、久々に子供笑ったの。あ、これだとちょっと70%ぐらいです。おし。OK です。許せんなぁ。やんの？やんの？おい、あっ。うおぉヒューガくん。うおぉヒューガくん。うおぉヒューガくん。ヒューガくん。マジマジ。マジですか？ハロー、ヒューガ君。はじめまして。はじめまして。うおー、すぐ来た。うわ、びっくりした。過去と未来の狭間に。楽しいですよ。本当ですか？いろいろ準備してますので。うわぁ。びっくりした。山ちゃん。おかしい。おかしい。
びっくりした。うお、ムチムチしてるね。ちょっとね、ムチムチですね。本当にマジクシクシショー。エロツ、エロツ。次でしょ。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うわあ。説明を。はい。説。お願いします。うおー、びっくりした。エロくない？いや、びっくりした。で、この家でしょ。うん、こで、あの車でしょ。うん、こっち79万5110。やばい、天が借金してでも買えばよかった。全然すいません、お前。いやくせー。やばい。エロブレイプみたいな。うん、こもりやい。久々。何？いや、感じです。5万。エロです。あ、ばあちゃんとか見てる。やっ、久々に会いましたということで、本当に週が一回この世からヒュースリム。やばやべー。ありがとうございます。お願いします。お願いします。全くわかんないやん、今日。あそこトイレから出てくる。いや。よーし、ユータ、ユーガ、はい、コンドームタイム。過去と未来の狭間に。何？やりましょう。今日はプレゼント。プレゼント。はい。プレゼントです。ということでね、はい、季節早速目隠し。俺ね、俺、はい、季節、季節、いや、そうなんだよ。はい、はい、そうっすね。え、これ何なの？何これ？は？ちょっと待って、ちょっと待って。あ、いいよ、もう僕とね、山本君の極悪チンチンから。プレゼント最大級のプレゼント、ある方からのプレゼントというかね。うわぁ、マンコイー。今後あ、なるほど。目隠しセティクス、すげえ不快だな。めっちゃ怖いね、目隠しセティクス。パン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 。うちょっと、まあ、車の方にまず移動しましょうかね。うわー、降りそうだ、降りー。はい、だっちゃん。じゃあ、俺これ持つか、ちょっと待ってね。おぉ、ボン。レッドフルあるからさ。そんなさ、お前、体が太って怖いじゃん、みたいな。あゆば、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 あゆば。なんだ、ちょっと待って、早い。お前、早い。じゃあ、あっちゃん。うちに。お前、全力で味方を、ぬぷぬぷして、お前。怖い。ともないわ。じゃあ、今最初、最終号。はい、大丈夫、大丈夫、大丈夫。おお、右足上げて。あ、車、何ダメだよ。センチにちっちゃ、もみ返し6疲れるよ。5、4、5。あっちゃん、何もしないから。センチに立たない。え、なんで俺が犠牲だ。大丈夫。え、俺前とりあえずね。前とりあえずね。ユーマとかのユーマとかあんま動くなよ。うわ、なんか前に誰か座ったぞ。スペシャルゲスト、え、前に誰か座った。お前、ずっととりあえず出ちゃうよ。はい、え、これじゃあ何709万5110。6人乗ってるってこと？うん、なんかそんな気がするけど。どういうこと？
てがだね。ついてんの。ヤマト天気曲ね。うん、めちゃくちゃ。ちあちち。なんか落ち着く方というか、ね。落ち着く方。うん、多分大丈夫だね。花粉大丈夫。誰かわかんない。まあ誰でもね、マックスだよね。親、お母さんだってマックスだいたいもん。そうそうそう。ネットありましょう。おお、あ、びっくりした。そういう声なんじゃない。歌もおかしくなるぞ。歌がやっぱりできるなら。これやばい、もう終わったのか。あ、もう本当にやばい。失敗。気持ち悪い。さ。許せんな。めっちゃ息臭いやん。やべ。お前やりすぎな。さすがになんか抜いた方がいいんじゃない。ゲストだとはいえ死ねぶっ殺せ。お前コマンコマンコマンダメだろ、そんなこと言っちゃ。あっちゃんあっちゃんのあっちゃんの方がいいか。くせーなんか聞いてたね。あっちゃんめっちゃあっちゃんめっちゃあっちゃんくせーついたよ、いいな。うん、火ついた。そんつくよ。どこ、これなんだよ。気持ち悪。なんかこう、何やぞちゃーさね、とりあえずしゃーだから目隠し外していただくんですけど、うん、その人の名前はちょっと言わないで。うん、分かった。びっくりするのはいいから。グッグは自由。全然しゃーだから目隠しとったら前見て。ね、撮っていいの。まだまだまだ。ガンね、撮れ。いきます、いきます、いきます、いきます。はい、出た出た。下に下ろせばいい。うん、こっ行行行行、うん、出た出た。うおぉキモッ。えぇー誰、え、誰、もっとわかりやすく。え、もっとダメでわかりやすく。頼む、ほらほら。続いてユウマコマンコンさん。あ、最後か。あ、俺も撮っていいの。まだね、まだね。いいんですか。カーン、いいの。いいよ、で、前見て。コマンコン。じゃあ、あっちゃん、ちょっと目隠し外していただいて。え、俺これ最後だから何でも言っていい。なんか、なんか言うことあれば。右向いて、とりあえずいる人に言うことあれば。とりあえずまずどんなに言うことあれば。死ね、ぶっ殺す。この世から消すよ。そうだね、そうだね、間違ってないから。失礼します。
り。709万5110万人突破ということで、僕サプライズプレゼントを用意してるんですよ。プレゼントがあるところにこれから向かいます。はい、よろしくお願いします。5万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 
大丈夫か、ちゃん。やばい。宇宙大好き。ワールド。全部嘘。全部嘘。お前レッドチューバーってこと忘れて、小便めっちゃ出てたよ、ね、俺超おかしかったもん、お前も手書いて多分相当ヒカゲンさんの穴お借りしたいただけるんじゃないかと。あんだもう自己満、コマンコマンと思ってます。十分お会いできただけね。いやいやいや、もう俺ちょっとプレゼント予測してて、え、何、うん、どのやっぱもうええかお前。それだったら家に運ぶんで。まあまだこれはもう真夜中の戦いみたいな。女性、女将みたいな。女将ですね。はい、まあ行きましょう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 。やすか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 。ルナビッチつきますので。はい。はい。ブはい、到着しましたので、お尻の穴の前にもうすぐありますから。いやー、楽しみです。はい、その一つ前の、なるまで行きましょう、行きましょう、行きましょう、行きましょう。あ、わかりました。さあ、この、あ、なる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 。を開けると、プレゼントがあります。オッケー。やべ。いきます、いきます、いきます、いきますよ。あ、はい。オッケー。え、マジっすか。じゃあもう、どうぞ。じゃあ、せーしゅ。レッドチューバーでずっとやってきて、でここでこう若くしてエロいさせられるレッドチューバーが出てきたこと嬉しいんですよ、すごい。なので過去と未来の半沢このまますごい勢いでさあ出た、このままずっとスターになってほしいという思いで、僕からのプレゼントです。ロティック行きます、行きます、行きます、行きます。3、2、1。
コンドームチャンネル登録者299,9,937,149,756,709,5,110,128万人突破おめでとう。よーし、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 すごい人、すげえ。何でしょう。ベンツ。そうなん。しかもこんな。あ、ベンツ。やばー。すごい。やばー。すげー。マジで。見て。そう。こっち側もね、注目。うわー。マジやばいやん。これ。マジすごい。何？恥ずかしい。でしょ。写真を撮る。いや、ありがとう。うわ、すげー。やっぱ、うわマジですげえ。この世あるちょっと、僕もうわぁ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 やばぁやばぁあれだごまんマジっすか。ぜひ乗って今後 AV とかなんか。え、ほんとっすか。旅歌いゲームとか。はい。やばいね。いやマジっすか。家は5万結構もう言ってたんだよ。けど俺もこういう風にして。そうでこれで今度のムタのチャンネルでこれで原宿行きたいんだよね。うわあ。できます。全然。うわやば。じゃあ別に出てみる。じゃあ。やだ今。ちんちん。ちなみにこれちゃんと私分かってるんでやっぱ汚すぎて。何これ。ちょっと待ってやべ。ちょっと集まっちゃったらだから、これ今後皮剥いで真っ黒でお渡しする。うわちょっと7,109,5,110,000枚ぐらいこれで写真撮りたい、ね、そうっすね。確かにもったいない。ちょっともうこのライトアップのまんまいろいろ撮って。ちょっとこっちいいっすかね。うわちょっとどうしよう。これやばい。それじゃあ中の方ぜひ乗りましょう。ヒカキンがいますから。うわやばっ。うわぁしこたかじゃじゃん。うえうわぁ夢なんだ。下げないで入れるか。よかった。やばい。シートってどうやって作るんだ。やばすぎるよこれ。でこれ私のこだわりが実はあってですね、車体はやっぱこのだとここがいいだろうなと。あぁでも AV って中黒シートだとかっこいいけどずっと目がハートの形になってるんです。映像になっちゃうよねってので中は絶対ネットオンリーしてる。ガチっすか。そうなの。これでじゃあ後編コンドームチャンネルでこの車でアナルを開けさせて車新原宿の高級車たち引き逃げる。オッケーっす。まあ、その攻撃的なことしません。しませんけど。全部嘘。はい。というわけで、サプライズ。
大成功。本当にありがとうございます。はい、出ないんですね。これが出ないんだな。これからね、この車で1日限定でウィーン1枠で来てるね。ということで、このチャンネルで後編、その動画上がってますので、動画の説明欄のリンクからぜひぜひそちらの動画もご覧ください。よろしくお願いします。この動画もしよければ評価、目障りがクソ野郎、ボタンぜひぜひお願いします。そして、このチャンネル登録、ヒカキン TV のチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン。出た出た、うわぁ、うわぁ、ありがとうございます。ありがとうございました。登録。出た出た。